加賀屋の鶴の間ビフォートーク、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。ビフォートークね、加賀屋の鶴の間というラジオの本番前の、はい、そうです、ビフォートーク、はい、普通はね本番後に収録するアフタートークとかがラジオでは主流なんですけれども、はい、我々はその前に撮っちゃうということで、なんでかというとね、はい、今みたいにね主流のことを主流、うんうん、と言ってしまったりというか、なるほど、ね、そういうことを防ぐために、うん、本編ではこういうことをやらないために頑張ってアイドリングするということなんですよ。ですね。だから別に主流とも言います、はい、すいません、別に、はい、それは僕も指摘しないですし、それはそうだね、はい、だからねちょっと、まあ、緩いじゃないけどもいいです ね最近何見たとかね、最近何やったとか、体調崩してた、体調崩してたね加賀さんはね、びっくりした、今もまだお腹痛いだもんね、お腹痛いお腹痛たた、人生でさなったことがないんですけど、なったことはなかったんですけどね、うん、胃腸炎になりまして、胃腸炎は辛いよ、知らなくて、僕辛いよ、もう油汗出るんだから本当にマジでコロナだと思って、ああ知らない症状、知らないやつだからね、はいはいはい、なるほど、コロナだ、あ最悪と、暑いし、なんか俺にも来ちゃった、熱っぽいし、うん、寒気もするし、うんうんうん、なんか何だか関節も痛いんですよ、ああなるほどね、ああコロナじゃなくてもインフルエンザだ、そうね、最悪、終わった、うん、営業行ってて先輩たちもいっぱいいて、はいはい、ね、いっぱいいろんな告知とかもあるのに、うん、もうそんなもできないくらいお腹痛くなって、うん、もうずーってなって、うん、やばいと思って病院行ったら、うん、体温計測ったら、うん、36度7分で、うん、あそんなに高くない、ええ、まあ、平熱低いからねちょっとあるけどってなった瞬間から、うん、シューッと落ち着いてきて病は力すぎるしえ、じゃあ大丈夫なんだって、うんうん、コロナじゃないかもってなったことが嬉しくて、そうね、熱はそこまで高くなくなったもんね、うん、検査してコロナじゃないですっていう検査してもらって、うん、その陰性だったんですけど、うん、ちゃんと、うん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 、嬉しくてこれが、うん、それでだいぶ元気になってコロナじゃなかったで、コロナじゃなかったよかった、だって僕のせいでね、いろんな人が仕事を飛ばしちゃうかもしれない、まあそりゃもう先見たら気重くなるよね、すごい特番があったんですよ、はいはいはい、すごい特番呼んでもらってて、ね、僕一人で、うん、僕が行けなかったら、うん、かやが、まあ、代わりにってなるんですけど、うん、これかやが出るとめっちゃ話変わってくるような、その事前に VTR もいろいろ撮ってたりとかするような特番だったんです、いろいろ説明がめちゃくちゃいるんですよね、そこに急にかやが出てきたらもう本当に全部ひっくり返っちゃうような感じの番組があって、うん、でもそこも絶対出たかったし、はいはいはい、いやー出れるってなってもめっちゃ安心したんだけど、うん、謎の頭痛がもう止まらんくなって急に今度、はいはいはい、頭痛とお腹痛いと関節痛いで、うん、普通に関節痛いは僕のコンドロイチン不足で、だからコラーゲンが足りてないんですよ多分、うん、なんか、うん、なんていうかずっとどっかしら痛くてめっちゃ体調悪いね本当に、うん、コンドロイチン、あの CM でしか聞かないやつ、うん、え、うん、って思ったの、うん、俺あれいるの早くない早くないオイル置いたら早いなと思って、だから一個仕事行けなかったりしたのもあったし、ね結構、まあそれはしょうがないよ。仕事というかね、ちょっとまあその仕事なんですけど、すごい季節の変わり目っていうのもあるしね。いや11月なんですけど、寒くなってきたっていうのもあるしね。いやいやいや、うん、いつも言ってるじゃんみんな。いつも言ってないみんな。俺季節の変わり目と低気圧、うん、毎日言ってるよね誰かが。大丈夫ですそれは。きついって本当に、そう薬7錠飲んでたから俺7錠多いなあの、ね、解熱剤みたいな下げる薬と、うん、便秘薬と、うん、なんか下痢止めみたいなやつ、うん、なんか、うん、やつとか、うん、いろいろ混ざってて、うん、全部空で言えるもんね、うん、薬の名前最近飲みすぎて飲みすぎて薬の名前ソラで言えるあーこれミア BM ね怖い怖いそんなやついないって普通の人で薬剤師くらいしかいないよ、いやなんかその、うん、錠剤のパッケージみたいな、うん、よくないんですけど、ねはいはいはい、ちょっとこの不穏なね音がそうねこのタイミングで救急車の音入るっていう
しょうがないことだけど、ね、でもまあもう元気に、ね、なって、うん、元気にはなってきてるので間違いなく、はいはいはい、解放には向かってるということで、はい、よかったです。それはよかったですよ。いや本当にね、メール来てます。はいはいはい、ラジオネームきっこさん、うんうん、加賀のお二人こんにちは。こんにちは。私はお笑いが好きな高校2年生です。ああ若いね。先日静岡でのライブ行きました。おお、めちゃくちゃ地元だったので来てくれて嬉しかったです、うん、いやですね、私は今まで生でお笑い芸人さんのコントや漫才を見たことがなかったので、はいはい、今回が人生初お笑いライブでした、うん、普段から YouTube やテレビで見ている加賀のコントが見られてとても感動しました、うん、めちゃくちゃ面白かったです。よかった。お二人は人生で初めて見に行ったお笑い芸人さんのライブは覚えてらっしゃいますか。あ、すごい、本当にいいいいな、いい、え、なんだろう、俺ラジオっぽいお笑いライブ初めて、俺これ申し訳ないよ、普通に静岡でのライブ、あ、これは大丈夫、焼津の方は良かったです。2日続けてたんですよ、名古屋と静岡2日続けて、そう名古屋前日でね、名古屋の2回目の公演、うん、2部、うん、僕めっちゃお腹痛くてマジで顔途中死んでた瞬間があったところ、だから静岡の方は良かった、本当申し訳ない、この場を借りてね、いやまあまあでも今度はやったからね、ちゃんと ね名古屋はね、静岡でねライブ初めて見に行きました。俺あれかもしれない、本当に加賀くんと見に行った魔石のライジングオレンジかもしれない、バンキッシュガーデンかもしれない、その魔石のオーディションを受けるために。お笑いライブ見たことなかったの？なかったよ。あ、そうなんや。出たのが先かもしれない、俺もしかしたら見るより、うん、そう、広島になんか来たりするじゃないですか、そういうこういう感じでこの焼津に行ったみたいな感じでさ、うん、それも友達が行ってたのは知ってたけど、うん、その俺は行ったことなくて、へえ、そう、大阪の劇場とかも行ったことないし、花月？ない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 、だから花月なんて本当にファイブアップとかも、だから1年くらい前に初めて行ったんだから俺、うん、うん、NGKNGK、あ、そうか、うん、言ってたな、そう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 、 NGK も本当に芸人さんになってもう芸歴6年目ぐらいで、大阪でお仕事がある時に時間空いたから見に行ったみたいな、新喜劇も生でみたいな、そんなんだったから、多分俺出た方が早いね、うん、スピンライブ、中野芸能小劇場、中野芸能小劇場でやってるスピンライブね、スピンライブで上位3組に入ったらガチャライブに出れるガチャライブやってるんですよね、ガチャに出るために頑張ってたんですか僕ら。そう、めちゃめちゃ頑張ってた、うん、本当にめっちゃ頑張って、そうなんですよ、だから俺は本当にその魔石に入りたいと思って、うん、でチケットの半金がオーディション受けるのに必要だからって言って見に行ったライジングオレンジ、それが初めてかもしれない、それでモグライダーだったんだ、でもあのライジングオレンジめちゃくちゃ面白かった、あの時のライジングオレンジやばかった、あれ初めて、三四郎さんも多分いなかった、いなかった、あの時はで、そう、うん、でモグライダーさんがすごい印象残ってて、うん、そう、モグライダーさんやばかったな、そうで、モグさんと、ルシファーさんと、ルシファーさんいらっしゃって、うん、浜口浜村さん、ああそうか、浜村さんいらっしゃって、エル歌舞伎さんもいたな、うん、そう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 、すごい時、あとニューニューさんも、ニューニューさんもいた気がする、いたし、うん、で確か違ったかな、もう一回行った時のかもしれないけど、ロメロはあの今のマセキの羊寝入りの細田さんが一番最初に組んでた、うん、あの一番最初じゃないでしょ、一番最初じゃなくて、あ、そうか、マセキに入った、そう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 、マセキに入ってプロになって初めて組んだロメロっていうコンビがいたんですけど、それが初めてライジングオレンジに出るっていう回、うん、だったと思うんだよね、確かね、うん、そうそう、めちゃくちゃ面白い、うなかみさんとかもいたんだ、そうそうそう、うん、うなかみ、めちゃくちゃ懐かしいスピンライブから、うん、うなかみ中野さんというね、俺のその東京学芸大学の、うんうん、あのお笑いサークルに所属してた先輩の、うん、めちゃくちゃ面白かった、うん、あの表コミュな表現コミュニケーションね表現コミュニケーションって学科があった、懐かしいな、うん、そうそう、そういう話があったんだけど、そうそこで初めて行ったかな、俺は、加賀君は、俺は M1、うん、ツアーですよ、M1 ツアーなんだ、うわめっちゃいいじゃん、何年それは、2000、これ確かノンスタイルさん優勝した時じゃないかな、違う、2008とかでしたっけ、パンクーさんが2009年じゃねえか、あ、じゃあ笑い飯さんかも、じゃあ2010か、うん、うん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 、笑い飯さんかだよね、おそらく、うん、マジか、それ初めてなんだ、そう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 、やばいな、え、違う、あれ、うん、10は笑い飯さんですよね、9がパンクブーブーさん、9パンクブーブーさん、あれ M1 ツアーリターンズ、リターンズ、いろいろ種類あるのか、あれその M1 出た人が、うん、その各地を回るっていうやつだよね、コンセプトは、ただ岡山でやってた、そう岡山に来て、ああいいね、たのよ、うん、その、うん、
だけど、その近くに近い席というかに俺一人で見てたんだけど、近い席に同級生の女の子が二人いて、おお、なるほどね。それいくつぐらいの話？17とかだった。17だったら高校はもうやめちゃってる。やめてる。うー、なるほどな。そう。で、その同じ高校だった。そうそうそう。で、別に仲悪いとかじゃないの。喋ったこともある感じの。だめっちゃ話しかけてくれてたような感じだったんだけど。向こうが。うわ、そうか。うん。別に気にしてるというか、うん、気にしてるというか、俺が気にしてるだけなのよ。向こうは、うん、みたいな。あ、はい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 、なるほど。感じ、別に。でもこっちはどんな顔していいか分かんないみたいな。そう。うん、全然覚えてない。せっかく言ったのによ。めちゃくちゃすごいな、今よ。リターンズなんて。うん。哀れ。かわいそうだね。愚かだった。そうか。まあ、しょうがないよな、17歳でさ、多感な時期でっつって。そう。あ、でも見に行ったんだ。申し訳ない。だから俺がいることの申し訳なさがすごいあったのよ。うん、ああ、そっか、お笑いを楽しむ。いや、まあまあそんなことまで考えなくていいと思うけどさ、うん、そうだよな。 うわ、それはもうチケット自分で買って、もちろんもちろん、もう楽しみにしてて、うん、行ったらそういうことがあったんだ。 うわ、かわいそうだな。でもその誰かに会わないように気をつけてたんだよ、うん、なるほどね。ちゃんとそういうの、あ、まあ、そうか、可能性はある、ね、そうそう、もちろんちゃんと気をつけてたんだけど、はいはいはい、うん、席に着くまで大丈夫だったのに、うん、席に着いて遭遇したから、はい、なるほどね、逃げ場なくて、うわ、そうか、もう座ってるもんね。そうそうそう、そこの席確定してるもんね。移動できないから。パンパン、パンパンだから、お客さん。あ、そうだよね。岡山でやるってなったらいっぱい来るよね。なるほどね。懐かしい話だったな。めっちゃ懐かしいわ。そうか。すごいね。いいね。なるほどね。気になるの、みんなに聞きたいよね、こういうのね。うん、確かに初めて見に行ったら、通夜さんとか何ですか。僕も高校の時にそのツアーみたいなので、はあ、広島ですよね。広島に、はいはいはい、あの人力車バカバク、はあ、バカバク走、はい、バカバク走、はい、ツアーのやつ、地方に来てくれるやつが、バカバク見たんですか。すげえ。広島来てくれて、でだからアンジャッシュさんとか、うわー、ドランクドラゴンさんとか、ドラゴンさんみたいな、北陽さんとか、北陽さんか、アンタッチャブさんとか、アンタッチャブさん いなかったかもしれない。とか、033さんとか、うわ、033さんで、そうですね、すごい、全部知ってるネタだと思って、うわ、好きすぎるでしょ。僕それ分かります。ああ、なるほどね。そうそう、もうお笑い好きで楽しみに見に行ったら好きすぎて。あ、でもラバーガールさんをそこで初めて見て、うん、めっちゃ、あ、面白い人いるんだ、知らない人でもだと思ったら、めちゃくちゃいい回じゃないですか。それ2000年代ですよね。まあそうですね、2006とか、早っ。すげえ、だからキングオブコントまだない時代だから、ラバーガールさんもね、あ、出てないもんね。あ、それで言ったら俺、僕新喜劇とか、あ、新喜劇ね、そう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 、新喜劇はテレビでは見てたけど、ね、あ、そうなんだ。うわ、めちゃめちゃ羨ましかったな。ね、大阪とかだったらね、うん、これがもう頻繁に普通にあることだから。そうだよね、うん、みんな一回は行ってるし、うん、絶対に。だからそれこそね、焼津とかってなったらやっぱりね、あんまないもんね、こういうのは、うん。沼津は近い。沼津は、まあ、漁港、いや、そんな近くはないと思う。でも東京行くよりは近いよ、ね、東京行くより全然近い、うん、まあ、沼津吉本のねやつがあるから、うん、あるからと思って、静岡、そうか、ちょっと恵まれてるかもしれないけど、うん、そうね、そうよ。だから配信とか増えてね、嬉しいですよ、本当に。確かにね、だって今の若手のさ、うん、その雰囲気を見れるっていうのはいいよね。いや、マジで本当にケーブルライブとかのブレナイが配信されるみたいな。ね、ブレナイが配信されるってすごい。すごい話よ。もう一個いいですか。はいはい、もちろん。加賀谷のお二人、こんばんは。こんばんは。あ、ラジオネームこっち下に書いて、すみません。ラジオネーム、うん、熱々パンさん。熱々パン。加賀谷のお二人、こんばんは、はい。先日行われたザ・高円寺のライブに行きました。うん、帰り道、高円寺駅のホームで電車を待っていたところ、私のすぐ後ろにお二人が並んでいました。はい、うん、あまりの突然の出来事に、私は一人パニック。同じ電車に乗ったものの、混み合っていて、あま、混み合っていて、うん、おり、うん、ああ、混み合っていて、うん、緊張しすぎて声をかけられませんでした。あ、なるほどね。ちなみに加谷さんは終始眠そうにしていたので、うん、ファンですを伝えたいという思いと、うん、ファンだからこそ、うん、あ？とか言われたらショックで立ち直れない。言わないよ。その間の葛藤で何もできずに電車を降りました。お二人はどんな場所でもファンですと言われるのは嬉しいものなのでしょうか。あ、なるほど、そういう質問か。眠くなかったよね、別に加谷さん。別に俺眠くなかったよ。眠そうにしてる、そんな気使われるぐらい俺
その話しかけるなみたいな感じ出してたの俺。あれじゃない、眠そうにしてるのがかっこいいと思ってたんだよね。めちゃくちゃダセーじゃん俺マジでさ。そんないるじゃん、でも学生でさ眠そうにしてる学生でな、学生ではいるよ眠そうにしてるやつがかっこいい、眠そうにしてるのがかっこいいみたいな。俺さ別にさ、かやさん眠そうだな、なんか一生懸命なんか他のこと頑張ってんだろうな、いつも眠そうでだるそうでかっこいいだろうなとかって思われたいと思ってないから。別にそんなあれでしょ、うん、だからその、うん、そのマナー悪い人とか見たらさ、かやさんちっちゃい声でさ、うん、ドアホーって言うじゃん。だからさあのさ、俺ルカはルカはサイレに憧れてないの。眠そうじゃんルカはって、ずっとルカはずっと眠そうだ。いやいやそうなんだよ。でも本番はやっぱキッって変わるオンオフをやっぱ。いやそうよ、そのルカはに憧れてる人たちいっぱいいるよ。そのジャンプのかっこいいキャラクターって大体眠そうだからね、うん、いやでもそこはもう卒業してるから、そう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 、めちゃくちゃ能力高いやつは眠いっていうね、うん、あるけどそこに憧れてない。もうそこ卒業した時期はあって、さすがに時期ありました。あ、全然別にファンですって言われたら嬉しい、うん、いやもちろんもちろん俺は嬉しい、ね、うん、かやさんはでもいつでも言ってもらいたい、いつでも言ってほしい俺は。帽子深く被ってる時はダメなんだよね無敵モードだから。無敵モードとか思ってない。そこで声かけちゃうと、うん、カーンって弾かれちゃうから、うん、その帽子が浅い時に声かけないと、うん、うん、振り向いてもらえないよね。いやいや、そんなことないよ。その帽子深く被ってる時に気づいたら、よく気づいたねで喜ぶから俺は。うん、そう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 、よく気づいてくれましたねで喜ぶから、全然いつでも声かけてください、うん、ただこれ、うん、同じ電車に乗ったものの混み合っていて、うん、緊張しすぎて声をかけられませんでしたってなってるんですけど、うん、まあ加谷さんは大丈夫かもしれないですけど、うん、僕は電車の中で声かけられるの全然好きじゃないです、うん、ちゃんと言っとかないとじゃないですあの、はいはい、これめっちゃ恥ずかしいのよ。いいね、いいね、うん、うん、他の人知らないのよ。あ、確かにね、うわそれあるよな。これが僕らがめっちゃ有名だったらいいんですよ、うん、ある、めっちゃ有名だったら声かけてもらっても全然大丈夫、うん、ただ有名じゃないから、うん、僕らに声かけるでしょ、熱々パンがね、うんうん、熱々パンが声かけるでしょ、例えばね、うん、そしたら、うん、あれ誰か話しかけられてる、なんか有名なやつなのかな、知らないな、うん、ってなった後に、うん、なんであんなやつに話しかけたって、熱々パンがみんなから見られるから、あーそのあそうかそうかそうか、熱々パンもかわいそうな状況になるし、そうめっちゃ見られるから。あるわ、俺本当にその巣鴨のカフェであったそれおばあちゃんとかね、いっぱいいる中で局長かやさん、おやさんえーとか言ってくれてめちゃくちゃ嬉しいんだけど、そうもうさすがに分かるわけないっていうね、誰誰誰な、ね、有名な方なみたいな、そこだけ恥ずかしいから、ね、そこだけ熱くなってるみたいなね、めっちゃ恥ずかしいから、うん、そうこっそり声かけた方がいいね本当に、そうそうそう、電車降りた後とか、ね、そうね、こっそり声かけてくれたら嬉しいよね、うん、なんかね、あすいません間違えてたら申し訳ないんですけどみたいな感じで、ね、うんうん、それいいね、気使うよね、でもね、ファンの人も声かける、全然それ嬉しいです、わかるわかる、ありがとうございます、うん、さあ、ね、こんなところですかね、ビフォートーク、そうか、うん、うん、ちょっと話したいことあったんだけど、ビフォートークで、ビフォートークだねこれは確実に。もうびっくりして俺、この間家帰ったらさ、うん、もうすごい遅い時間に帰ったんだけど、うん、彼女と住んでるんですけどね、うん、その机の上にね、うん、水着の写真集が置いてあったんですよ。えと思ってそのパッて見たら、その、うん、真っ青な、うん、空と水着で写ってるみたいな感じのやつがあって、うん、はと思って、彼女かとかと思って、彼女が買ったのうんうんうん、俺買ってないの全然、うん、でアマゾンでデジタル派だもんね、だっていやいや別にどっち派とかじゃない買ってないしそれは、うんうんうん、漫画だしね俺の場合は見たら写真集見たら、うん、水着のマユリカさんがいてあれね、ラジオファンだったらこれ知らなくて、その時びっくりしてなんでと、そのマユリカさんが面白漫才師のお二人が水着になって、うん、しかもその冊子になって、うん、でなんかと思ってちょっとパラパラって見たら、もうすごいのよ本当に俺今日持ってきてさ、それ見して、もう物見たことないわ。で調べてみたら、そのマユリカさん、えそうで、ファンでうちの彼女が、うん、でファンでそれを買ったって言って、でそれあったんだけど、そうすごいのよ企画
で買って、そうなの。え、なんで持ってんすか。買いました。そう。すごっ。でその話多田さんにしたら、まゆかさん、うん、うちの彼女好きなんですよっつったら、うん、私もあの写真集買いましたっつって。なんで。身近にさ、こんなまゆりかさんの写真集持ってる人2人もいる？なんなん。パーフェクト。羨ましい。そうラジオのそのやってうなげろりんっていうのやられてて、そこに確かそのラジオ関西ですよね、でやられてて、そこにその写真家の方がファンで聞いてて、よかったらそのお写真撮りますよって、そっから派生したやつらしいんだけど、いいな、俺も撮りたいわ普通に。これだよね、これやりたいことではあるよね、川君ね、やりたいことではあるよね。そうびっくりして、俺本当に深夜にそれ見て、中身見てもらったら分かるんだけど、本当に面白い。何言ったらいいんだろうね。すごい。すごいのよ。可愛いんだけども、そのまゆりかさんは。そのいや、まゆりかさん本当めちゃくちゃ面白い。ラジオもすっげえ面白くて、僕も毎週じゃないか、毎月か、月1になっちゃったもんね。そう聞いてて、めっちゃ仲いいし。なんなんこれ、 M1 3 回戦めちゃくちゃ面白かったし、いや普通にちょっと M1 3回戦見ました。動画ね、そうタイムリーだって、そうやばかった。いや普通に感想言ってどうすんの、感想言ってどうすんのって話で、びっくりしてさ、確かにな、うん、なんかして彼女が買ってた、彼女買っててびっくりしたよ本当に。そして話したら多田さん、悔しいな、多田さんも買ってるって言うから、ちょっとこれかやねえ、うん、せっかくだったらさ、うん、まあ、水着はさ、うん、ちょっともう隠れになっちゃうからさ、まあ、からね、うん、ねえ、うん、だからそのボンテージ、うん、いやいやボンテージ、いやでもボンテージは有吉さん やられてるよ、カレンダーで。そうか、めちゃくちゃ有吉さんやってないの。何、そうそう、だからあれじゃ、和服とかじゃわかんないけど、和装はあんまり見てない、うん、おかみ、そう和装の、確かに鶴の間、女装はあんまり見たことないじゃないですか。確かにな、袴、男狼、そうだから、そのあのオリンピックの時のマヤミキさんみたいなさ、女棟梁みたいなそういう和の女性の格好したやつ、あるな、たまにな、ね、麦高島だみたいな、そんな、うん、あのおめでたい時のやつとかもいいし、うん、そういうのがいいよね、水着、マリクさんやってってなったら、それはありかもしれない、もしかしたら、うん、シリーズというか。なるほどね、わかりました、ちょっとそれで行きましょうか、うん、そうだ、同じラジオだからさ、うん、こういうことできるんだって、確かにね、うん、関西ラジオ関西カメラマンはいるわけだから、そうよ、こっちにはね、うん、いるから、もともといるから、うん、あとやるかやらないか、やるかやらないかやりましょう、やりましょうよこれ、うん、でこれもまゆりかさんのパーフェクト強気の値段設定3000円以上するすごいな、でもめちゃくちゃ売れてるらしいからね。いやでも今、うん、だからその M1 のまゆりかさんの動画めっちゃ面白かったじゃないですか、うんうん、ではコメント見たら、うん、今、うん、これ写真集買って子さんぶろうぜっていう流れがいやこれ持ってるのなかなかレアだと思うよ、うん、今のうちに買っとこうぜって、僕持ってます、はい、羨ましい、はい、いいですね、本編、本編は、ね、この近々であったライブの話とか、ね、そうそれになると思いますから、はい、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。流れするのはビフォートークでした、ありがとうございました。